闇の最中で魔女と出会った。パラミティアルールに背いた異端、青の魔女。世界に裏切られたという彼女は復讐したいと俺に語った。あなたに呪いをかけましょう、私を忘れないように。焦らないで、今は挨拶だけ。あなたは何を求めていくの？闇のほとりに流れ着けば、あなたはまたボイスに導かれて、かつての旅路を繰り返すことも来る。私はメイン。あれ、なんかあなたはもういや私を忘れられない。私め笑っちゃうな、浜口さん。はい、今変わりました。このようにですね、今までだとウォルが操作できてたところにメイヤがこのように操作できるようになります。で、いいですね。今まで操作してたウォルが話せるキャラクターとして立ってたりする。衣装衣装があのさすがにこの扱いは完全バイトの人だね。ちょっとやっぱりちゃんとねこうメリハリをつけた方がいいかなと思って。 TGS だからさ、はい、じゃあここから話しかけると、はい、トークが始まりますので、はい、申し訳ないですけど、はい、いいですか。じゃあ本気で、はい、真央さんに。じゃあいいですかね、はい、いきます。ドキドキ。なんであんたが主人公なんだ？ライトニングやモガマルを助けたり、あなたはエンエンしているから。あ、手元から。あ、読めない。こっちで見ます。うん、こっち読みます。はい、俺が光の戦士にならなくてはパラミティアは救われないはずだ。うぬぼれないで。パラミティアは光の戦士を必要としているけれど、それがあなたとは限らない。この TGS 生放送であなたの代わりに探しに行きましょう。待てよ、これちょっと待てよ、待てよ。差が激しすぎてちょっと私恥ずかしいですね。主人公なんだって言って。いや、うまいですね、やっぱりこう本物だって感じがする。読めなかった、すいません、読めなかった、ごめんなさい。すごかったですね。話触れなくて大丈夫ですよ。まあね、笑ってくれましたから、皆さんプロですからね、マオさん。じゃあ、はい、実際に一回メイヤでバトルをしてみたいと思います。はい、はい、ほら、ウォルじゃなくてメイヤが歩いてるんですよ。すごい。これ新しくないですか？ちょっと今までだとウォルさんしか歩いたことがないのに。優雅に歩いてますね。で、かっこいい。 TGS 専用のトークはちょっと収録間に合わなかったんですけど、バトル中の掛け声ボイスは本当に2日前ぐらいに収録させていただいて、はい、もう入ってるんですね。入ってます。それは聞けます。じゃあ聞いてもらいましょう。いきますよ。どうですか？やっぱこうね、今まで男性だったんで、やっぱ女性になると女性になるとやっぱ華やかな感じがね、新鮮ですね。かわいい。嬉しい、戦ってる。戦ってるんですよ、今までこう。で、今回ちょっと、まあ、いつもメビウスって必殺技見せるじゃないですか。ちょっとまだ今度途中なんで、まだカメラとかもここフィックスしてる状態ではないんですけど、はい、まあ、ちょっとせっかくなんでお見せしようかなと。はい、必殺技ね。でしかもまだ開発技名も決まってないのでラベルになってるんですけど。名前がラベル名で。じゃあ行きます。はい、ドン。どうですか？華やかじゃないですか？ウルトロスの触手で結構あまり見えなかったです。あれ見せるタイミング悪かったですか？触手でダメ出しですか、これは。触手が絡みついててあまり見えなかったですけど、大丈夫。まあ、全貌は来月を楽しみに。そうですね。でもさすがにあれですね、バトルのボイスはその戦隊ものをやっていただけるって力強いですね、かっこいい。本当ですか？よかった。楽しいですね、なんか見てるだけでね。さあ、ウルトロス倒しました。今と違う、なんか
じゃあこの後にまた2つ目のトークが来ますので、はい、またやるんですね。まだまだこれ続きますよ、ま、3回あります。これ羽生さんが最後プロになるとかないこれオファー来たらどうしましょうね、私大丈夫ですね。じゃあ入るんですか、はい、行ってもいいですかね、はい、大丈夫ですか。じゃあ皆さん応援してあげてください。はい、私の戦いぶりはどう？あら、あ、大丈夫ですね。さすが青の魔女メイヤだ、悪くない悪くない。そう、あなたより私の方が強いかも。それに私の魅力は戦うことだけじゃない、特別にもっと見せてあげる。何をする気だ羽生さん、コメント見ない方がいいです。ママさん、ありがとうございます。ありがとうございます。隣で聞いて、すごい感動しますね。辛いね、このコーナーはなかなか。で、まあ、今何か特別なものを見せてあげると言ってくれたんですけど、それが何かというのを、ご紹介したいと思います。あ、そうですね。いや、まあ、やっぱり今までこう男性でやってたので、今回新しい女性キャラじゃないですか。まあ、女性でやっぱ華やかなので、なんかやっぱりこういろいろ彩りたいという、はい、こう要望も高いので、今回ですね、こうちょっとまずそもそもデッキ編成画面にメイヤがいる時点でこれなんかすごい佇んで拡大できる、ちょっとこう見慣れない感じのこんな自由自在にメイヤを回せる日が来るなんて、ね、で念願のね、でここにですね、新しいボタンがついてるのが、はい、多分メビスやってるユーザーなら気づいたと思うんですけど、はい、これをですねタップすることでデコレーションをつけることができるんですね。私ツイッターでちょっとメイヤにメガネをつけた写真をあげたんですけど、これって浜口さんが勝手に加工したんじゃないかったんですね。これメガネをつけたりですね、帽子をつけたりですね、